ティファニー・タンは、中華人民共和国の女優、上海市出身、愛称イコールトートウタンタン。1983年12月6日、行政職員である父と外資系企業職員である母のもとに、上海市南市区で生まれた。2001年、18歳の時に、第3回スレックスタービューティーコンテストで、グランプリに輝いた。2004年、超芸房監督に、 オリンピックベイビーとして見出され、アテネオリンピックの閉会式の無題に立つ。2005年からテレビドラマへの出演を果たし、2008年、各県からと共にテレビドラマ戦キャン劇、戦記キ,キャンさんで、温話でありながら、真の強さを持つ、紫ヶ谷を講演し、人気を集めた。2010年、夏家3000で純粋で優しい夏、甘宮役を熱演し、2013年、 ラブコメディ時代劇、禁断良縁で、軽快で、明るい高校女子の玉切林役で、高い人気を獲得し、中国大学生テレビドラマ部門で最も好感度の、高い女優に選ばれた。2016年、主演ドラマ、王女美男、美男マイナスが、再生回数230億回を超える、大ヒットを記録、自身も、第22回か家内賞優秀女優賞を受賞した。 また、同作品をきっかけに共演者の中国人俳優ら、進むと交際を開始、2018年10月末に結婚を発表し、ウィーンで結婚式を挙げた。2019年10月19日、妊娠していることを発表した。 2007年、2008年、2009年、2011年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2005年、2006年、2007年、2008年、2009年、2010年、2010年2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2018年、2019年、2020年、年のぶるつぼみよせ、さだぎょ王女、ミょで、 ティファニータンが優秀女優賞受賞。ルオジン、プレゼントを用意してある、ホトギャラリー、王女ミオ、美容マイナス、ティファニータンルオジン、ありがとうございます。